カンドステージの幕開けはワークソング、初期モダンジャズのファンキージャズをお楽しみいただきました。スイングスターズオーケストラ結成47周年レギュラーコンサート2022、今回のテーマはビッグバンドの響き。ビッグバンドに関連したスイングジャズを主体に、さまざまなジャンルの曲をお届けしています。さあ、それではここでサキソフォンセクションのメンバーをご紹介してまいります。ご注目ください。サキソフォン、岡本幸恵、中林優子、山田俊之、三女出演金子理恵子、そして同姓同名です金子理恵子、山本裕二、以上のメンバーが今日もムーディーなサウンドをお届けいたします。さあ、続いての曲は美しいバラードのスタンダードナンバー、お楽しみいただきましょう。スターダスト。本日のゲスト、プロサクソフォン奏者加用正樹プロによるソロフィーチャーです。それではお送りいたします。スターダスト。Thank you.
ありがとうございました。火曜プロで、スターダストお送りいたしました。さあここで、はい、お話をお伺いしてみたいと思います。はい、改めまして火曜まさきプロです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。お願いします。こんにちは。火曜さん、はい、あ、これだけ離れるとマスクはいいですか？そうですね、ソーシャルディスタンスでいきましょうか。はい、実に5年ぶりということですね。嬉しいです。なんか帰ってきた気分で。あ、本当ですか？自分のふるさとみたいな。わー、嬉しい。ありがとうございます。そう、前回来た時はやっぱ初めてだったので、電車とかもね、あれ、これ方向合ってるのかなとかね、ちょっと色々心配だったんですけど、今日はなんか、もう自分の地元みたいです。あ、ここ、はいはい、こっち座ってきました。わー、嬉しいお言葉です。あの、久しぶりの共演、どんな感じですかね？いや、とにかくですね、この、まあ今もね、まだ落ち着いてはないんですけど、このコロナというものがですね、本当に音楽のあらゆるものを結構壊してしまったので、人前でこう演奏する機会ってプロ、私とかね、なんか今日何々プロって歌謡プロとか言っていただいてますけど、あんまりなんかプロゴルファーみたいですよね。なんとかあんまりミュージシャンないパターンで嬉しいんですけど、それこそあのコロナになった年なんていうのは仕事がもう本当に全部ゼロになって、やっぱり演奏会をすることはコロナにとって良くないっていうかね、そういう風潮になりましたよね。あのアーティストなんかがコンサートをやったら、何事だ、そんなことやっていいと思ってんのか。やっぱりミュージシャンも、ね、自分たちが音楽することで飛沫が飛ぶかもしれないし、密なところに自分たちも集まっちゃうかもしれないし、やっぱり音楽するのすごく怖くなってしまったんですけど、そういう中でこう、ね、今、まあ、3年経ったのかな、の中でこうお客様が、ね、目の前にこういて、ミュージシャンもこう集まってみんなで演奏してるっていう景色は、ね、結構当たり前だったんですけど、今考えるとすごいことなんだなって改めて思いますからね。そうですね、すごい今日嬉しいです。皆さん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ほぼ毎日ですかね、全国各地駆け巡っていらっしゃる火曜さん。ありがとうございます、ね、それもあのいろんなアーティストのね、例えば歌手の方とか、うん、そういうコンサートのツアーなんかもそうなんですけど、大変でしたよ本当に。この座席、ね、詰めちゃいけませんからね、こう隣 で、はい、でマスクしてフェイスシールドもして、そうなんですよ。それで何々ってこう掛け声言ってたのもダメ、でも拍手で一生懸命込めるわけですよね。うん、でも、あ、いいんですかこんなダラダラ喋ってすみません、ちょっとね、思いがいろいろあって。そうですよね、あのね、無観客ライブっていうのが結構あったんですね、はい、であの演奏してもお客さんがいないんですよ。で、あの配信したり収録したり、そうするとこっちでこう演奏あってバンってやって、静かに、ね、寂しいですよね。で、自分たちで盛り上げる、もう今良かったんじゃないみたいな、それちょっと不思議なね、あのサイクルにちょっと入ってたんですけどね、僕は拍手いただけるのは嬉しいなと思っております、はい、ですね、いろんな予定が延期になったり中止になったりということもあったと思います。 そうですね、はいはい、そんな中、この2回目の山口県オファーを受けられた時の感じはいかがですか？いや、嬉しかったですよ。石本さんからね、お電話いただきまして、はい、ぜひって言ってたんですけど、何回キャンセルになったんでしたっけ？結局2回かな。そうなんですね、ね、いろんなご苦労が。そうなんですよ、やっぱりコロナでちょっと人数が増えて、ね、コロナの感染者が増えちゃったり、ね、うん、いろいろあって、でも絶対やりますっていつもおっしゃってくださって、はい、ね、打ち合わせはね、ほぼ必ず電話なんですよ。結構珍しくてね、盛り上がりました、自分の中 で最近あのメールでなんかいついつパパパパって感じじゃないですか、プルル電話がかかってきて、仕事ですみたいな、あの音へのこだわりがあって、そうそうそう、なんか打ち合わせしてるなっていう気分がね、非常に嬉しかったんですけど、 そうですね、まあ、はい、そのあたりの、 あのご苦労も終わりだったと思うんですが、はい、石本さん、ちょっとだけお話をお伺いしていいですか？はい、あの中央にお願いいたします。これ僕はどれぐらい離れるんでしょうか？今回あの火曜さんにラブコールして、そして実現するまで、はい、どんな感じだったんでしょうかね？あ、まずちょっと先に、皆さん本当に今日は3年ぶりのコンサートで、また30年ぶりの値上げの入場料の中、本当にありがとうございました。あ、そうですよね。あの、かよさん2度目ですけども、とにかく最初はもう最初の演奏を聴いたその日にすぐ、地方で山口県でビッグバンドやってるので、とにかくあのゲストに来てください、近い将来にということを私のはお約束したつもりですが、ご本人は
本当かなという感じだったと思います。それが5年前でした。で、2回目その時にもうみんなサックスのメンバーがもう次回もう一度呼んでという話があったから、すぐその時にもう2回目の約束というか、将来これも将来的ということで、で昨年、本当は46年の昨年の、の年賀状で来てくださいというのを出したんですけど、コロナでダメだって、それで今年に延びて6月に制定したんですが、これはまたもうダメというので、12月に絶対やりたいということで、なんとかできたので、本当にこれは皆さんのと幸せです。私は本当、まあ、そういうことでとにかく、佳代さんにはそういうことで何と言いますか、もう強い、最初からもう 初対面ですぐそういうことで、はい、お願いしましたので、 2回目も来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ光栄でございます。はい、ありがとうございます。本当にいろんな思いが今日のステージに詰まってるんだなという感じがしますね。皆さんなんかもね、やっぱり音楽する機会がねちょっと減ってしまって、学生さんはここの中には今いらっしゃらないとね思いますけど、学生さんなんかもほら吹奏楽コンクールとかああいう大会も本当になくなってしまったので、うん、コンクールに出たことがないまま卒業した子なんかもいましたしね、やっぱり早く収束して、そうですね、このマスクもなしで、ね、聞いていただきたいと思っております。そうですね、はい、そんな中今日小耳に挟んだんですが、会場で佳代さんの CD が素晴らしいですですね、はい、私CD を出したんですけど、そのリリースしたのが2020年の4月ぐらいだったんですよ。でレコ発ライブって CD をこう出すときに、コンサートを東京の方で北海道のツアーとか組んでたんですけど、全部キャンセルになってしまって、発売したんですけど、ただ出ただけなんですね。そうで今日、30枚40枚ぐらい持ってきたんですけど、もしよろしければですね、サックス4本で、こうジャズのアンサンブルやってるんですけど、皆さんが知ってるのはカーペンターズの曲とかベートーベンの曲とか、本当にご存知の曲をすごく聴きやすいジャズのアンサンブルしてる CD なので、もしよろしければかよくん頑張ってたな、ちょっと肩評価なって方、ぜひ応援よろしくお願いいたします。拍手終演後に販売をどうやらしてくださるということで、お願いします。よろしくお願いします。はいはい、ぜひお聞きください。ではここで佳代プロに感謝の気持ちを込めまして、花束をお送りしたいと思います。お願いいたします。では佳代さん、中央にお願いいたします。皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。佳代プロにお話をお伺いいたしました。さあそれでは続いての曲に参りましょう。続いては北海道の民謡よりソーラン節、ラテンロック調にアレンジしてお届けいたします。そして元はアメリカ民謡として親しまれた曲、茶色の小瓶、グレンミラーオーケストラのスイングジャズのヒット曲です。そしてさらに私たちに馴染みのある曲ですね、歌手の故坂本九さんによる世界的ヒットソング、上を向いて歩こう、リズムチェンジで楽しくお送りいたします。それではソーラン節、茶色の小瓶、上を向いて歩こう、3曲続けてお楽しみください。
ソーラン節、茶色の小瓶、そして上を向いて歩こう、3曲続けてお送りいたしました。さあ、それではここで再びバンドメンバーご紹介してまいります。今度はリズムセクションご紹介いたします。さあ、ご注目ください。リズムセクション、ピアノ松井あさみ、ギター三女出演重村よしお、ベース安平翔太、古谷満、ドラム清水俊明、パーカッション竹藪弘樹、以上のメンバーが今日もメロディーを華やかに彩ります。ありがとうございました。さあ、それでは続いての曲ご紹介いたしましょう。続いての曲はブルーレディーに赤いバラ、そしてもう一曲はサニーサイドオブザストリート。この曲は NHK の朝ドラカムカムエブリバディの挿入歌としてもおなじみになりましたよね。本日は友情出演として駆けつけてくださいました倉本理沙さんのボーカルでお楽しみいただきます。それではブルーレディーに赤いバラ、サニーサイドオブザストリート、2曲続けてどうぞ。
ブルーレディに赤いバラ、そしてサニーサイドオブザストリート、2曲お送りいたしました。スイングスターズオーケストラ結成47周年レギュラーコンサート2022、ビッグバンドの響きをテーマにお送りしてまいりましたが、皆様とご一緒に3年ぶりのジャズの音色楽しんでまいりました。いかがでしたでしょうか。さあ、そんな楽しい時間も続いての曲でラストとなります。お別れの曲はシングシングシング、ベニー・グッドマン・オーケストラによる最大のヒット曲となりました、軽快なスイングジャズのナンバーをお楽しみいただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。それではセカンドステージ最後の曲です。スイングシングシング、どうぞ。
Thank you.